そのピンクの特撮で、うん、劇中で使う音楽。ハロー、こんにちは、ニーハオ、井上雅宏です。はい、今日はですね、ピンクの特撮いよいよ進みます。皆さん、ドラマを作るときに一番最初の動きって、まあいろいろもろもろあるんですけれども、その中の一つに衣装合わせというものがあります。衣装合わせっていうのは、もうこの劇中での、まあ、作った衣装とか用意してもらった衣装を実際のキャストの人が着て、で打ち合わせをする感じですね。まあ、こういう衣装でいこう、あ、これちょっともうちょっと変えようとか、そういったことをやります。プラス、今回は通常の衣装合わせに加えて、スーツアクターさんのスーツ合わせ、まあ、これもまあ衣装合わせの一環としてやります。ということで、まあ、スーツができております。はい、でこのまあスーツと衣装、この2つを、今日、まあ、今日というかまあ3日間ぐらいやるんですけれども、まあ、その1日目ですね。はい、やっていきたいなと思います。まあ、果たしてどんな衣装になってるのか、まあ、ここから世界観作り、キャラクター作り、もろもろかなり皆さんにお届けできるぐらい肉付きされていくので、楽しみ、僕個人的にも楽しみです。じゃあ行ってきましょう。はい、おはようございます。おはようございます。あ、よろしくお願いします。はい、衣装合わせの、ところに着きました。ここはですね、あの黒田さんのところですね。黒田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうですか、なんか衣装結構できてます？いやー、ちょっとどうしようかな、どうしようかなっていう。いや、バッチです。え、 100% 中何パーセントぐらいですか？ 99.2%。 いや、そんなことない。監督から引き出してくる。まだまだ奥が深そうなんで。いろいろ奥が深そうなんで。なるほどなるほど。はい、衣装合わせよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、なんか、はい、今日を迎えて、衣装合わせを迎えて、なんでそんなか何も言わないんですか、ちょっと。あのね、うん、衣装合わせはやっぱり役者さんが本当になんか、あの、急に役にこう近づく瞬間じゃないですか。まあ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 、そうですね。ここで、あの、役者さん自身も、あ、こんな感じなんだっていう確かめ合うことによって、うん、一気にこう、あ、そういう風にやればいいんだって、まあ、台本がちょっと色づきますよね。そうなんですよ、うん、だからすごく実は重要な日かなと思っていて。あ、大事ですよね。はい、佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、衣装合わせなんで髪の打ち合わせもありますもんね。そうですね。はい、今日はあの、まあ、衣装を見て、まあ、髪の毛決めるみたいなので、なんとなく監督からイメージ来てるんですよね。かなり凝った髪型とかまあまあまあ、引き算していただいて引き算していただいて、まあ、できる限りの、できるやれる範囲内でちょっと一緒にできたらなと思うので。まあ、そうっすよね。なんかこの衣装に合う髪型ってどうなんだろうみたいな、ちょっとまだ僕はイメージできないんですけど、ね、着てみてはい、ということで今回のヒロイン、あゆかです。どうも、あゆさんです。あゆつまなかです。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はい、下駒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、すごいカメラ回ってますね。こんにちは。バーくりちゃんです。栗山です。あ、歌手としきさんです。あ、どうです。お願いします。おー、松田さん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤すみれです。よろしくお願いします。井上と申します。よろしくお願いします。お願いします。神派ですね。
私じゃあ一緒ですね。さあ、そうですね。やばいやばいもうやばい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 プチンって言っちゃうとこれではやばいっすよね。あ、ですよね。やさしただけ急にこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。